はい、完全無欠の美少女です。はい、ということでね、これが何なのかっていうことをね、はい、あれなんですけど、やかく知ってますよ、これが何なのか。知ってますか。知ってますよ。なんでしょう。 TikTok のアカウント名ですよね。ほら、スタップルアイドルだからね。あ、わかるわかる、大事な頭なんでね。 ありがとうございますね。ちょっとそれに向けちゃう力が出ないんですけどね。あ、そうなんだ。アンパンマンみたいだね。まあね、そこにはまだまだかなわないキャラクタービジネスなので、頑張っていきたいと思うんですけれども、10月の末とかのスタプラフェスの直後かなんかにね、はい、運用始めてますよね。そうなんです。やかく知ってるんですよ。すごい。なんでなんでかなんでかスマホ持ってるの。スマホ持ってます。やかくんスマホ持ってますよ。すごい。フォローもしてますよ、ちゃんと。ありがとう。はい、えらい。ということで、まあほぼやかんがなんか言っちゃったんですけども、解説をお願いいたします。はい、そうなんです。こちらは私の TikTok のアカウント名になってるんですけど、なんでこの名前なんだろうっていうところなんですね、皆さん。そうですね、それ気になりますね。はい、これは本当は元があるんですよ。はい、ジュエルペットの KMB というミリアちゃんとガーネットとサンゴの3人のグループが KMB 完全無欠の美少女っていうなんか決め台詞があるんですね。それは昔からずっと好きだったんですけど、はい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 、なんか最近になってほって思い出して、はいはいはい、ハマっちゃって、はい、ずっと言ってるんですけど。ずっと言ってる。はい、なんかやっぱり完全無欠の美少女とか言うとやっぱなんかんってなるじゃないですか。なんとはなりますね。なんかんみたいな、うん、なんだ何言ってんだみたいな。そうね、正直アカウント名見た時に何言ってんだと思いましたけど。そう、だからいいなって思ったんです。なるほど、うん、どうですか反響は。反響はこのアカウント名にした時の反響は。反響は、あ、でも結構なんかみんなお客さんの方は疑問も分かずになんか受け入れてくれて、あ、完全無欠の美少女ね、うん、思ってたよみたいな感じだった。さくらさんがイメージする完全無欠ってどんな感じですか。やっぱり可愛くて美少女なので、なんかどんなことを失敗、どんなに失敗したとしても許されるっていうか、もう無になっちゃうんです、無欠になっちゃうんですよ。もう可愛いは正義なので、だからちょっと失敗してもうまくいかなかったとしても、もうごめんねってやれば、じゃあ1個はってなるのかなみたいな。生きやすくなりました。なるほど。そもそも完全抜けてから失敗はしないのかなと思ったら、失敗はするんだけれどもその後のフォローが完全に行ったって。失敗はしても許される世界。優しい世界。優しい世界。優しい世界。そう、優しい世界になればいいなって思ったんですよ。わかりました。優しい世界を作りたい美少女ということで。この曲の本当の意味はそういうことということで、皆さんよろしくお願いいたします。で、その完全無欠な美少女さんは今後の TikTok 上げていきたいとか、なんか方向性とかフォロワーの目標とかあるんですか。今年のうちに高く見積もって3万とかいけたら、もう夜間を金にしようかなって思いますね。じゃあ3万人に行ったら夜間が金になっている約束を今したので、こういうの夜間真に受けますから、3万人に行ったらすぐに連絡しますから。はい、ぽんちゃん超可愛いよ。夜間とアイドル。なるほどね。今後ね、さくらさんのところに遊びに行く人はね、この動画ぜひ見ておいた方がいいと思いますね。この番組はコウタさん、サエさん、ハルタカさん、ユタカさん、ゴマさんの提供でお送りしました。ありがとう、嬉しい。